皆さんこんにちは。小林でございます。本庁の一角をお借りいたしまして、ただいまから小林祐司の街頭演説をさせていただきます。私は皆様方のご支援をいただき、2期8年の市議会議員としての働きをさせていただきました。本当にありがとうございました。私は今回3期目の挑戦をするべく決意をいたしました。そして立候補させていただきました。私は今回立候補するにあたりまして、平和の街焼いた、これをスローガンに立候補をさせていただきました。私には守るものが3つあります。1つ目は人であります。そして2つ目は自然であります。この焼いたの町は高原山の雄大な自然に育まれて、この町が育ってきた、営んできたと、そのように考えているからでございます。3つ目は憲法9条を守るということでございます。これら3つに共通することは、いずれも人の命そのものということでございます。平和な社会があればこそ、焼いた市民の豊かな暮らしが守られていく、そして夢や希望を叶えることのできる、そのような社会があるのだと、そのように考えているから、私は平和の町焼いた、これをスローガンに今回立候補を決意させていただきました。私は焼いた市長斉藤純一郎市長が掲げる小山後が帰ってくる町、全く同感でございまして、私も同じ方向を向いております。そして私の子供や孫たちが夢や希望を叶えることのできる社会、平和な社会を次の世代に残していくべく、この3期目挑戦をさせていただいております。そのようなことで、私はそのような社会は人と自然が共生していく、そのような社会であると、そのように考えているところでございます。今日私はこのようなことを皆様にお伝えするためにここに参りました。そしてそれと同時に、私のこのような主張に共鳴してくださり、また私の先生であります天城直人先生が東京からはるばる私の激励のために駆けつけてくださりました。それでは天城先生からの激励の言葉をお聞きいただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。本町交差点ご通行中の皆様、一言小林祐司候補の応援をさせていただきたいと思います。皆さん、いよいよ2日後に選挙の投票日が迫ってまいりました。今度の選挙、今全国で一斉に地方選挙が行われています。今度の選挙は平成最後の選挙、そしてやがて5月1日から来る新しい令和の時代を控えた選挙です。まさしく歴史的な選挙になります。ぜひ皆さん、今度だけは投票所に足を運んで、そして皆さんの希望の一票を託してください。どうぞご検討になります。今井候補者のご検討を祈ります。ありがとうございます。そしてもし皆さんがすでに投票する方を決めておられるのであれば、ぜひその人に投票してください。それぞれ立派な業績実績を重ねた候補者です。しかしもし皆さんがまだ投票先を決めておられないならば、あるいは誰に投票しても変わらない、政治は変わらない、そう思っておられる方は、ぜひ今回は小林祐司候補を応援していただきたいと思います。私がなぜ小林候補の応援のためにこうして毎日東京から足を運んで訴えているか、それはもちろん小林候補が2期8年間皆様のために、矢板市のために実績を重ねてこられたからです。しかしそれは当たり前です。
すべての候補者が同じことを訴えています。すべての候補者がこの町に貢献しています。ですから私がなぜ小林候補を応援するか、それには他の大きな理由があります。それは今皆さんがお聞きになったように、この小林候補はこの焼津の町を平和の町にして、そしてみんなと共生する、それが重要だと訴えて今度の選挙に出ました。地方選挙で平和であるとか憲法9条の大切さを訴えて選挙に挑戦する、おそらく地方議員は彼が全国でもただ一人だと思っています。そんなことを地方選挙で訴えたら落選する。もっともっと自分の宣伝をしろと、地元にどうして貢献したかを言えと、みんなそう言います。私もそう思います。ですけど皆さん、今度の選挙何が一番大きなテーマか、それは実は平和なんです。やがて今の天皇陛下は30年の在位を終え、そして新しい天皇の時代が来ます。そのテーマは平和なんです。どうも藤田党のご健闘をお祈りしてます。ありがとうございます。頑張ってください。私は35年間外交官やってきました。そして今から16年前、あのイラク戦争に反対をして外務省を解雇されました。もうそんな昔のことを覚えている人誰もいません。そんなことを応援演説すると票が逃げていく、もう散々そう言われました。ですから私はもうそのことは言いません。だけども皆さん、あのイラク戦争のおかげで一体世界がどうなったか、日本がどうなったか、ますます人と人との対立が激しくなって、そして世界中が乱れました。今こそ日本が世界の先頭に立って平和な時代を築く努力をすべきです。中央政府は、中央の政治は安倍自民党政権はもとより、野党も国民のための政治をできていません。日本は大きな問題を抱えています。しかし誰一人としてその問題を解決できる政党政治家はいません。これからは地方の時代、我々が地方からこの国を作っていかなくてはいけません。まさしく小林候補が訴えているのはそのことなんです。皆さん、どうかあと2日後に控えた焼津市議会選挙、ぜひとも今度は投票所に足を運んでください。そしてもし皆さんがまだ投票先が決めておられないならば、ぜひ小林雄二、焼津から平和の大切さを訴えて3期目に挑戦したこの小林雄二に皆さんの貴重な一票をお願いしたいと思います。私は東京から応援に参りました元外交官の天木直人と申します。何としてでもこの焼津市政から小林候補を日本全国に発信させていただきたいと思っています。本町交差点ご通行中の皆さん、お騒がせしました。これで私の応援演説を終わりますけれども、2日後に備えた今度の選挙、ぜひとも投票所に足を運んでください。それはもちろん候補者のためでもありますけれども、皆さんのためでもあるんです。皆さんの一票が新しい時代を作るんです。どうか皆さん、小林雄二候補にぜひとも皆さんの貴重な一票をお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。元外交官天木直人先生の激励の言葉でございました。小林雄二もしっかりと3期目挑戦して、焼津発展のため、平和な町の社会を築くために取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でこの一角、本庁一角をお借りしました小林雄二の街頭演説を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。